2のボスラッシュか。8分ね。やってみましょうか。ヒートマン。いきなりヒートマン。ヒートマンはバブルですね。バブルリード。あ、しまった。はい、倒した。クラッシュね。クラッシュはエアーが効くんですね。エアー。はい、あと一発ですね。ノーダメージで倒しましたね。はい。はい、バブルマン。バブルマンは、エレキが、エレキじゃないわ。あれです。メタルブレード。メタルブレード。強引に行きます。はい。エアーマン。エアーマンリーフシールドが効くんですよね。打ってがダブルか。一回死ぬか、これ。一回死んだ方がいい。体力なかったから。これね、ロックバスターでも十分倒せるんですけどね、こいつはね。はい。あ、メタルマンね。メタルマンクイックが効くんですよね。あんまり試したことないからやってみようか。どれぐらい効くか。いつもならロックバスターで倒しますから。あ、ほんまに効くわ。まあちょっと体力少ないからやられたけど。あんまりね、クイックでね、メタルマン倒したことないので、ちょっと新鮮な気がします。でも、結構あんまり戦いにくいなっていうのはありますけどね。はい。はい。ウッドマンは2つ弱点があるんですけどね。メタルブレードと、あとヒートマンの武器が効きますね。あ、でもやられるのは体力ないから。満タンの状態じゃないとね、ちょっと やられますからね。はい、倒しました。2発で倒せるんでね。あ、こいつか。こいつはね、クラッシュが効くって言われてるんですよね。クラッシュの武器が。あ、間違えた。まあ、タイムストッパーでもいいんですけどね。タイムストッパー使うか、先に。クラッシュマンの。じゃあ、体力を減るんですよ。はい。はい。半分まで減らせるんで、相手の体力。で、減ってからクラッシュを使うと。あ、でもね、命中率悪いんですよね、この武器。あかんな。やっぱ、まあ、ロックバスターで叩く方が早いかもからん。やばい。強いな、やっぱり。やか、負け、強いな。しかもこれ 3DS やからちょっとやりにくいんですよ。ちっちゃいから画面が。うん、テレビ画面で一番ね、やる方がもっとね、実力発揮できるんですけどね。画面がちっちゃすぎるから分かるんですよね。残念でしょうがないな。これテレビ画面でやりたいですね。このクラシックスコレクションね。ニンテンドーゲームキューブじゃないわ。スイッチを買わないとテレビ画面でできないですね。スイッチか PS4 じゃないと。こんな手こずらないんですけどね、いつもはね。
強いな、やっぱりな、改めて感じますね、こいつの強さね。あの時間切れになるんちゃう、これこのまま行けば。これね、体に当たったらね、大ダメージを受けるんで、なるべくね、ブーメランに当たる方がいいんですけどね、それを意識して しにくい、画面が小さすぎてそれが意識できないんですよ。あかんな、厳しいなこれ。何分やったっけ、時間制限忘れて、8分やったっけ。命中率悪くなってんですよね、昔と比べたら。俺のロックバスターの、おお倒せた。まだいたんですね。フラッシュはメタルブレードですね。でもやられるわ、その前に。体力ないから。これね、イクジットの、ネクストの選び方が選びにくいわ、これ。ファミコンと同じようにしてほしいわ。なんでセレクトボタンなんやね。クリアしましたけど、めっちゃ強引でしたね。やっぱ8分でしたね。2分、あと2分で時間切れだったんですね。